はい、どうも毎度おなじみ小玉です。それにしてもえらい準備がいい。そうなんです。もうダメですよ、百貨店にご飯なんか持ってきたら。いいですよ、好きなんですからもう今日だけですよ、はい、じゃあもう今日は特別に、梅田阪急のもう一押しのご飯のお供ご紹介しますんで、お願いいたします。はい、はいはい、じゃあ私がおすすめします、はい、梅田阪急のご飯のお供といえばやはりこちらですね、銀嶺です。おまあ、お名前だけはね、聞いたことある方もいらっしゃるかと思うんですが、食べられたこともない方もいらっしゃるかもしれません。もう梅田阪急のご飯のお供といえばもうこれですわ。あ、そうなんですね、はい、どんなところがおすすめなんですか。まあそれは食べてみてから。わかりました。では早速いただきたいと思います。ではいただきます。はい、すごくいい塩加減、柔らかいですね。そうですね、うんうん、こちらも椎茸の食感っていうのが、まあ、すごい柔らかいながらも椎茸の食感が十分感じていただけると思います、うんうん、国産の椎茸を使いましてですね、まあ、じっくり丁寧に、煮込んだこちらの佃煮、もう椎茸のうまいとこギューッとしたようなね、うんうん、もうそんなうまみが口の中に広がりますね。本当にもうギューッと詰まっています、ご飯が進みます、うん、これがご飯に合わないわけがない。こちらですね、銀嶺の先ほど召し上がりいただいた白樺の他にもですね、黒豆を使ったおやつなんかを詰め合わせました、こちらのギフトボックス、こちらご用意してます。これは嬉しいですね、いろんな種類が楽しめるんですね。そうですね、夏のご贈答とか、お手土産にもパッケージも新しくなりますしですね、そういうものにもお使いいただけるかなと思いますんで、これはぜひ阪急オンラインショッピングでお取り寄せしてみてくださいね。ではまた来週。